どうもクライネットソシャルです。今日はちょっと面白い試みというか、まあちょっとねお借りできたので、じゃじゃん、ソプラノサックスでございます。クロピコさんからお借りしてきました。ありがとうございます。クロピコさん本当にありがとうございます。結構いいソプラサックスらしいんでね、ちょっと何のメーカーの何かも全く分かってないですけど、はい、ということでソプラサックス何がいいかってね、クライネットのリードそのまま使えるんですね。はい、なのでちょっとお借りしてきてちょっと音を出してみたらどうなるのかなっていうのをちょっと今日動画にさせていただきたいと思います。演奏動画もね上げる予定なんで、それは楽しみに別に撮るんでね、楽しみに待っていただけたらと思います。まずクライネット奏者がソプラサックスを吹くとどうなるか、まず困ったのがね、ちょっと音出しさっき10分ぐらいしたんですけど、指ね、何せない指があるし、ある指ないし、まあしょうがないんだけど、あと音域がね、違うんで、スケールやるときに、あーっていうときがありますね。まあちょっと、まあ何は何でも、とりあえず吹いてみましょう。ストラップしないとダメですね。下の音はね、クライネット奏者には難しいね。息の位置が違うからすごいわかるんだけど、とりあえず指はね結構似てるとか似てるので、半音階もだいぶ分かってきた。ちなみにね、運指を全く見てないです全部ね、さっき10分ぐらいで噛んで全部指探し出して楽しかったですねレぐらいまでは出るようになりましたよ。上わかんないけど、あって どうなんだろう。今探してみますよ。このぐらいかな。このぐらいだったら使えればいいだろう。演奏には困らないって感じですけど、自分楽譜を指で覚えてる人なんで、もうわっけわかんないんですよ。今ね、ちょっととある曲を練習してて、半分ね、もうオクターブのその、頭の中で指で覚えてるから、あ、オクターブ、これ上と同じ指、オクターブ下と同じ、向こうの、ダーってね、イメージしながら、吹いてますけどね、どうしてもクライネットのその、ラとかシーフラットとかさ、あの辺の音ってここでやりたくなっちゃうじゃない。でも楽器上はそれは、その指は全然ないので、まああるんだけど、一応、そのキーはあるけど、その実際鳴る音は全然違う仕組みになってるので、すごく右往左往しながらソプラノサックス吹いてますけど、クライネット奏者がまずソプラノサックスどうなるかって、こんな音が出ますってことでね、なんか簡単な曲吹く、何も思いつかないけど、パパからもらったクライネットをソプラノサックスで吹くって、あとは意外にビブラートとかも全然できますよ。あとねポルタメントがちょっとできるかな。難しいね。でもやっぱリングがない、リングじゃないっていうカバーだから、リングキーじゃないからね。こういうのって感じなんだけど、難しい難しい難しい、でもまあ不可能じゃないな、練習すればできるなって感じですね。はい、なんでまあちょっとこれの演奏とか近々あげますんで、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、クライネット奏者が
ソプラサックス吹いたらどんな音とどんな奏法になるかって、私でもさ考えてみたらクラリネットソプラサックスみたいに吹いてるわけだからあんまり違和感ないかもしれないですねということで今日はそんな感じの動画をお届けしました。楽しんでいただけたらねグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターインスタグラムそんないろいろやってますんで気軽にフォローとか登録とかしていただけると嬉しいです。サブチャンネルもやってるしね。はい、ということで今日は短いですけどこんな感じでクラリネット奏者のソプラサックスをねこうちょっとこうした方がいいか、ソプラサックスの吹いてみたらどうなるかっていう動画をお届けしました。また明日から演奏動画、カタサン動画上げていきますのでよろしくお願いします。では失礼します。